メタリフェルホソカクワガタのオスの成虫掘り出しになります。ほどうも、わたくわです。今回はこちらのボトル、これね、結構でかいボトルで1個 2200ml 入るボトルになります。このボトルがね、今ね、画面には全部で10個映ってるんですけど、今回ね、これメタリフェルホソカクワガタのオスの成虫掘り出しになります。だいたいね、どのボトルも去年のね12月くらいに二例幼虫でね、オスって判定した幼虫を2リットル以上のボトルに1匹ずつね管理して、ようやくね、だいたいの答えが浮かしてきたので、今回ね掘り出すんですけど、こちらね、もう先にちょっと浮かしてたのが出てました。でこいつサイズ測ったら86ミリでしたね。86ミリ。今期初めてこの 2200ml っていうね、かなり大型の容器を使ってかなり温度を下げて飼育したんで、今期ね、自己ベストの87ミリを超える個体がね、羽化するんじゃないかなと思ってるんですけど、今回ね、おそらくね15匹もう羽化してるんで、まとめてね掘り出していこうかと思います。であと、それ以外にもこちらですね、こちらちょっとね容量は小さくなるんですけど、 1500ml の、ボトルでも、まあ、羽化してるんじゃないかなっていうね個体がいくつかいるので、今日はね大型のメタリフェルの成虫掘り出し、特にね今期ね一番サイズを期待してる、サイズ目当てでね飼育した大型のねメタリフェルのオスをいっぱい掘り出して、サイズのね今期の結果発表をしていく動画にしていきたいと思います。それじゃあね、メタリフェル成虫掘り出していきましょう。それでは一匹ずつね掘り出していきましょう。こちらは12月の19日に二例幼虫で投入したメタリフェルメタリフェルですね。蓋の裏にもうねいました。今回ねちょっとこれ確認が遅れちゃったみたいで、実はねもう幼室からね脱出して上まで登ってきちゃってる個体が多いみたいなんで、こんな感じになりますね。結構ねこんな感じで、さすがにね、2リッターの容器で飼育するとかなりね、サイズ大きいですね。これはね、顎もすごいスラッと伸びてきてくれて、長い。80ミリはいってるかな？ちょっとね、サイズを測っていきましょう。意外とね、80ミリまでだったら、あ、いってない !78.9。意外とねそんなに伸びてないですね。このサイズ帯だったら 800ml のボトルでも全然羽化するんでね、ちょっとね、なんだろう、温度管理なのか水分量なのか、なんかねこいつはうまくいかなかったですね。まあね、どんどん掘り出していきましょう。次もこれは多分ね、これも蓋の裏にもうね羽化してるんじゃないかなと思います。これはね12月8日で二例幼虫で投入した、これねノーマル×紫なんで、色はね多分そんなに紫色強くない個体だと思うんです。あー、やっぱ出てる。あー、でも長いぞこれ。あー、でもこれ長いですね。かなり長さに出てます。これ気になるサイズは、まあでも80、この辺83ですね。これはねマットの質がねちょっと粗めのマットを試しに使ってみたんですよね。今回このね大きい 2.2 リットルの容器で管理した組は、結構ねいろんなマットを混ぜ合わせて、まあ、いろいろね実験的に飼育してるんで、多分ね今回羽化することでかなりねばらつきがあったりとかあると思うんですけど、とりあえずね80ミリ以上の個体は結構羽化してくれるんじゃないかなと。半分ノーマル混ざってますけど、綺麗にね出てますね。83ミリでした。お次もこれね、これちょっとね容器の形違うんですけど、これも2リットル以上の容器ですね。でこれも上の方にいるんですよね。これもノーマル×紫でこんな感じ。これも顎長いな、すげえ長いな。長いけどどうですかねサイズは。82、やっぱ思うように伸びませんね。次はこちら、これはね上で羽化しているかな。これもね12月の段階で二例幼虫で、あ、これはまだね上に出てきてませんね。
ここね洋室だったんですけど、多分ねこれもう洋室からは移動してると思うんで、掘ればねすぐもう活動個体出てくると思います。やっぱりねメタリは容器が大きいだけでもそんなに大きくできないですね。やっぱりね程よい水分量のマットと、あとはね低温ですね、いかに安定して低い温度を保って管理できるかっていうのがこのサイズアップには重要な要素なんじゃないかなと思います。だからね今回いろんなマット試してはいるんですけど、どのマットもそんな変わらないような感じなのかな。なんかいろいろね手をかけてはいたんですけど、結局ねもともと使ってたマットが 800ml の容器からもね85mm とかが出るようなそういう成績を残してたんで、あとはねもうそのマットを使って水分量をうまく調節することと、できるだけね多分低温を保つ、それこそね多分20度以下とかの環境をずっと保つことができればかなりね大きいサイズ狙えるんじゃないかなと思います。お、顎が見えてますね。あ、来てる来てる、おー出ました。まあ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 いいサイズ、こちらですね。あ、これでかいんじゃないか。これね、顎も太くてかなりねでかく見えますね。っていうか顎めっちゃ太い。気になるサイズは、あ、でもそんなないかな。この辺85ですね。結構ね顎こいつすごい太く浮かしてくれましたね。なんかねそのワイルドの血を混ぜるとあんまりサイズが伸びないけど細く長くなる印象で、紫のねラインはなんか太く出ますね。多分体重も結構その飼育環境に馴染んできてるから体重もすごい乗るけど、その分ね顎が長く伸びないみたいな、そんな気がしますね。うちの紫は、次もこちらもこれねノーマルとハーフなんですけど、これも上の方でもう羽化してましたね。はい、ほとんどがねもう羽化してますね。あ、でもこれ結構長いぞ。顎がねこう湾曲がね外側に沿ってこういう風に伸びてるんで、これ結構サイズあるんじゃないかな。ちょっと買っていきましょう。ここ、84.9、 84。形はめちゃくちゃいいけど意外とねやっぱ85を超えないですね。いやめっちゃ形いいんだよなこれ。いやかっこいいですね。次も上の方に浮かしてるハーフのやつですね。はい、あ、ん？ちょっとちっちゃいかなこれ。まあ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 ちょっと小ぶりかな。80あるかないかって感じですね。やっぱりね同じような管理しててもかなりねばらつきはありますね。ここ、あ、でも80ある。 81.7、 長いですよやっぱり。体よりも顎の方がねちょっと長いくらいのサイズ帯ですね。80超えると、いやこのね鋭利な顎がまた魅力的なんですよね。次はこちらも、これもね12月8日ですね。これも上に出てるかな。あ、出てない。ここですね、ここに洋室があるんで、まだ洋室なのかな。本当に羽化してるかどうかっていうのは本当に掘り出さないと分かんないんですけど、おそらくはねもうどの個体もまあ羽化してるはずなんで大丈夫ですね。なんで幼虫期間が長い個体ほどね結構サイズ伸びてくれたりするんで、活動が遅れてる個体というか時間かかってる個体の方がちょっとね期待できるような気がしますよ。今回ね実験的にこの2リットルっていう結構ね大きい容器使ってるんですけど、やっぱりねいろいろ試してきて思ったのが、サイズ狙うんだったら2リットルはね正直十分すぎるというか、なんか大きすぎるんじゃないかなと思ってて、結局ね 800ml のボトルでも 85mm くらいの個体がね問題なく孵化するのを考えると、多分ね 90mm 以上を狙う場合に容器っていうのはまあ大きくても 1500ml くらいあればいいのかなと思って、あとはね横幅ですよね。まあいつも使ってるね 1600ml とか 1400ml のボトル、あのくらいの容量があれば十分なんじゃないかな。メタリフェルもねそんなに体重が乗るクワガタじゃないんで、おかっこいい顎が見えてます。
どうだ、どうですかね。スラッと顎が伸びてますね。こちらです。結構ね、細長く出てはいるんですけど、サイズはどうだろう。意外とそんな伸びてないかも。この辺80ジャストくらいですね。羽化が遅いからといって伸びるとは限らないですね。お次はこちら。これはね、これ多分上でここにね、なんか透けて見えてるんですよね。はい、あ、でかいかこれ。いや、これでかいんじゃないか。結構顎が長く見えますね、これ。どうだ、まあ、85いくかどうかみたいな、そういうサイズ帯だと思います。この辺。おお、まあまあ、86出ましたね。あともう1ミリなんですよね。いや、でも長い。次はこちら行きましょう。こちらもね、他の個体と同じような感じなんですけど、これね、多分ね、まだ上の方にはやっぱ羽化してないんですよね。洋室がね、ここ。もう瓶の底でこんな長いんですけど、多分化してると思うんですけど、まだね、多分洋室にいる個体なんですよね。まあでもこの瓶はね、かなり水分量多くしちゃったんで、マットもね、結構べちょべちょですし、逆にその多すぎてあんまりね、でかくなってないか、それともめちゃくちゃでかくなってるか、ちょっとね、未知数な瓶ではあるんですよね。よいしょ。あ、足が見えてる。あ、生きてる。じゃあ気になるね、洋室開けてみましょうか。ほっ。どうでしょう。まあ、でもね、体はそんなに大きくないけど、やっぱね、細長いような印象ですね。気になるサイズは、ここ。85.7。なんかね、細身の割にかなりね、サイズ伸びてますね。メタリ水分量多い方がサイズ伸びそうですね。どんどん掘り出していきましょう。これもね、多分上にはいないのかな。いないですね。ここでおそらくは洋室を作ってるんですけど、これはもうね、完全にちょっとどうなってるかわかんないです。もう浮かしてるとは思うんですけど、サナギの可能性もね、なくはないっていう。マットかなりね、粗めですね。粒子細かいやつも使ってるんですけど、このボトルは粗い粒子のマットを使ってます。4種類くらいのマットをちょっとね、あの比率を変えて混ぜ合わせたりして、いろいろね、試してたんですけど、結局もともと使ってる1種類のマット、そんなに粒子がね、粗くないマットを1種類使うだけのボトルがなんだかんだね、一番いい成績を残してて、下手にね、いろいろするよりは、最初から使ってたマットをね、使った方がいい成績になるんですよね。なんか、うちの場合は。多分ね、マットもいろいろ種類はあっても、どのマットがいいかっていうよりも、自分がね、使い慣れたマットを、まあ、そのね、最大限使うのが、やっぱりね、なんだかんだ、大きいサイズ出す近道なのかもしれないですね。ある程度はね、どこのマットを使うかっていうのも重要だと思うんですけど、結局はそのマットを使いこなせるかっていうところに行くと思うんで、出た。浮かしてます。あ、結構でかそうだな、これ。あ、そうでもないか。もう出てきた。よし。こんな感じ。あ、でも長い。こんな感じですね。これもね、細身だけど結構顎が長い。あ、やべ、落ちちゃった。結構ね、顎がね、長く伸びてますね。気になるサイズは、ここ。84。84mm。84mm でした。次はこちら。これはね、上に多分いそうなんですよ。よいしょ。あれ、いない。いないな。ここですね。ここで洋室作ってます。やっぱりね、さすがにこの大型の容器を使えば、80mm 以上はね、かなりコンスタントに出てくれてる印象ですよね。このね、ボトルも管理してる場所が、部屋のね、あの、地面にすごい近いところで管理してたんで、冬場もね、かなり温度下がったと思うんですよ。最近はね、やっぱり暑くなってきたんで、管理温度23度とか24度くらいまでに全然上がっちゃってるとは思うんですけど、冬場はかなり低温を管理して、ね、やってたんで、類代の兼ね合いもあるんで、ほとんどね、サイズ狙いで飼育してるのは、ワイルドとかけた体になります。
なんでねワイルドかけたのをあのサイズ狙いでやってるかっていうと、まず一つね紫系のラインよりもワイルドを掛け合わせたやつの方がサイズね大きくなるんじゃないかって予想して飼育してる部分があって、あとはやっぱりね紫系は色を重視してね飼育したいんで、あのしっかりねオスとメスの羽化時期を合うようにして、もうその時羽化したいい色のオスとメスをね掛け合わせられるように飼育するためにはサイズ狙うよりはね羽化時期を揃えるっていう方に持ってた方がいいんですよね。これはこれでかいぞ、あれこれでかいぞ、これは結構なサイズあるんじゃないですかね。手に乗せるとこんな感じです。手のひらにちょっとね収まらないくらいの、指4本よりは長いですねサイズどうでしょうか。あ、90はないかな、ここ86、刈り方によっては、あ、でも87あるか、そうですね87あるな、87ですね、自己ベストと同じようなサイズです。次はこれですかね。これはねどこで羽化してるのかも分かんなくて、上にもいないんでそもそも羽化してるかすら分からない、お亡くなりパターンかもしれないんですけど、まあ、今のところね全部成虫になってるんで、多分ねこれも生きてたとしたら、ね、全然成虫になってるとは思うんですけど、側面からだと、あでもここ硬い、あここちょっと硬い、あ羽化してます、あ羽化してますね、これここにいますね。出ました、はい、おー、あーでもそんな大きくないぞこれ、まだねさなぎの皮がついてますね、あごすごい細いけど、うん、そんな伸びてはないな、これ多分80もないかな、80もなさそうですね、ここ78mm でした。次はこれ、あこれもうね上で今ここに顎見えますね、浮かしてますけど、はい、あーでもでかいでかいでかいぞこれ、でかいんじゃないか、顎の形もすごいいい感じですね、もう完全に活動済みって感じで、あでもあでもこのくらいか、だいたい今82、測り方によってはここ83ですね。このくらいになってくるとほんとかっこいいんですよね。それじゃあ本日ねこの 2.2 リットルラストのボトルですね、これはここですね、ここで羽化してます。これまだね活動開始済みではないですね、これは多分ねこれ発酵の浅いマットで、なおかつこのね粒子かなりでかいマットのね粒子大きめのやつを使ってますね。これ正直ねメタル今まで飼育してきて、発酵がね深くても浅くてもでかくなるし、粒子が粗めでもなんか微粒子でもでかくなるんですよなんかよもうよくわかんないんですよ。かれこれ5年くらい飼育してはいるんですけど、結局なんかどんなマットでも温度を冷やせばまずね、まあ、ある程度のサイズまでは温度と水分量でね持ってける虫みたいな気がします。本当にマットのより好みみたいな、高天下じゃなければ何でも育つみたいな感じですね。まあ、過去にもね何度か検証動画っていうの出したんですけど、やっぱりね栄養価が、全くないようなサンライチマンみたいなマットでも、あやべえこれでかいけど顎曲がってる、こんなことってある、あーうわーあー溶化するときに顎をねこう起こす時に片方の顎がうまくね起きなかったみたいな、そういう事故ですね。このパターンは初めてでした。こういうのもあるんですね。でもこれでかく見えんだよな、ちょっとねこっちの顎でね一応参考体重測りましょうか。うん、だいたい 85mm、 いやーでかいんだけどな、でかければでかいほどね不全のリスクって上がるんで、そういうことなんじゃないかなと思います。こんな感じになっちゃったんですけど、まあ、今回ね 2.2 リットルの容量はこれがラストなんですけど、あとね 1600ml のボトルかな、それがねいくつかあるんで、まあ、それもねあの掘り出していきたいと思います。はい、それではねまずは、このねもうここに羽化してます。これは 1600ml で12月22日の段階で二例予中でね、投入したボトルで、はい、こちら
ちらね、紫系とノーマルのハーフですね。これもね、結構その、でも2リットルの容器に比べるとちょっとサイズでは劣るみたいな感じなのかな。 77.8 ミリですね。ちょっと小さめの個体ですね。次はこちらです。これはね、多分洋室にいるんですけど、劣化がね恐ろしくマットが劣化してるんですよ。これね、多分水分量入れすぎですね。水分、ね、これは出たけど生きてるか。これ生きてる。これはね、多分水分ね、どのくらいのね水分ででかくなるかっていうのを検証したくて、結構ね水分肩で飼育したんですけど、でもねちょっとね背中が不全っぽくなってますね。やっぱりね、羽化する環境があんま良くないとこんな感じでね、羽形成するときにやっぱり不具合が起きて、今これ表面すごいザラザラみたいな感じになっちゃってますね。サイズもね、これ80ない、すごいちっちゃめですね。78、あれですね、前回はね本当にいろんなマットとかね水分量試してどれがね一番大きくなるかっていうデータをかなりね取ろうとしてたんですけど、深く考えないでというか、自分がね感覚的に多分このくらいの水分量で、このマットを使ってやれば大きくなるんじゃないかって最初にね選んでた方法が、なんだかんだねやっぱり結構いい成績で、それ以外にもねいろいろ試したんですけど、なんかね試したことはことごとくね今季外れてるような気がしてますね。これはねノーマル混ざってない紫のラインですけど、出た、まあいいサイズでしょう。色もいいですね。ちょっと皮かぶってますけど、こんな感じです。いやでもね、やっぱ紫はかっこいいですね。いい色してますね。ここ、80ジャストくらいですね。でかくてね綺麗なのはやっぱ正義ですよね。次は、こちらですね。これはここでね多分溶化してて、多分もうね成虫になってると思うんで掘っちゃいましょう。よし、出てる。まあそこそこのサイズ。でも80あるかなっていうサイズ帯ですね。ここジャストか、80ジャストですね。お次はこちら、これもねこれ紫ですね。まあ多分ねここで8日羽化してると思うんですけど、これはねどうですかね。ちょっとねマットの劣化具合も結構すごいんで、これね多分ねマットをガッチガチに詰めたボトルですね。結構固めですね。このねマットの固め具合がねメタリフェルにどう働くか、まあね、ここね、ちょっともう顎先が見えてますね。よいしょ、こんな感じ。ちょっと黒いか、これ青黒い個体ですね。すげえ青いアップで結構ね綺麗な青系のやつが出ましたね。これどうだ、80あるかないかっていうサイズ帯ですね。まあ80ギリ80ですね。いや綺麗なのがね出ましたね。それじゃ本日ラストいきましょうか。1月の31日なんで結構ね遅い時期に、ボトルに詰めたやつですね。ここで多分ねこれ成虫になってると思うんで掘り出していきましょう。これはね結構ねマット甘く詰めてますね。ガチガチ詰めっていうよりはちょっとね柔らかめ、もうね顎がここに見えてますね。でね水分量も程よい具合、加水しすぎずに詰めてますね。これは一体どんな個体が羽化するって、出ました。結構長いんじゃないかこれ、なんか細長い感じしますね。でもここ、でも80いかないな、79ミリでした。今回は、こちらね全部で21匹のメタリフェルのねオスを割り出すことができました。今回のね最大サイズはねこちら、これですね。これが87ミリの個体になります。
まあね、自己ベストが87なんで、ちょっとね今回自己ベストを超えることはできなかったんですけど、まあ、自己ベスト個体とね同じサイズ87ミリがね、まあ、出てくれたんで、まあまあね良かったのかなというちょっとねその自己ベスト更新にはなりませんでしたけど、それでもねこのね87ミリとあとね1ミリ小さい、こちらのね86ミリの個体が出たりとか、こっちもねノーマル系と紫のハーフなんですけどね、86ミリの個体が出てて、2リッター以上の容器を使うと80ミリ以上の個体がね結構出てくれる印象でしたね。2リットル以上の容器を使って最小個体でもこのね78ミリっていう結果になりました。まあ、紫系なんで、まあ、それでもね最小でも78ミリ出てれば、やっぱりねサイズを大きくするためにはある程度ね容器を大きくするのは有効なのかもしれないですね。ちょっとね途中では1500ミリリットルとかね1600で容器はね十分っていう話をしてたんですけど、サイズの大きさはある程度容器に依存してるっていう可能性もねちょっと否定できないような結果になりました。まあ、今回ね全て一本返しなんですけど、こちらもねそうですし、これね1600ミリリットルの方は今日のね最大がこの80ミリで、最初はね77ミリっていう結果になったんですけど、やっぱりね大きい容器の方が大型が出やすいっていうね感じになりました。細かいね使ったマットの種類については、今回ねなんかいろんなものを混ぜ込んだりとかいろんなねパターンで詰めたりしたんで、ちょっとね後ほどデータをしっかりまとめて何かね分かることがあったらね今後の飼育に生かそうと思うんですけど、今回の記録からするとなんだかんだねそのいろんなマットを詰めたりとか、ね、いろんな粒子を試したりとか水分量もまあいろいろね調節したりしたんですけど、結局ね今まで使ってたマット、それこそね今期800ミリリットルのボトルに使ってたマットの程よいくらいの、マットが劣化しないくらいの水分量で詰めたねボトルからねかなり大きい個体が浮かしてたのを考えると、他のマットを混ぜ込んだりするのはあんまりねメタリフェルの場合良くないんじゃないかなっていう結論に至りました。まあ、これからもね少しずついろんな検証はしていこうと思うんですけど、結局ねいろんな検証しても温度をある程度低くすれば、それこそ20度以下とかで管理してある程度のね容器の容量、まあ、1500ml から 2200ml くらいの容器で、ずっとね管理することができれば、やっぱりね85ミリを超えてくることはねポツポツ浮かしてくる、温度によっては多分ね90ミリ目指せるんじゃないかなと思ってますので、ね、これからもねちょっとメタリフェルの飼育は、まあ、色重視ではあるんですけど、サイズもねある程度狙った飼育をね一部していこうと思いますのでね、よろしくお願いします。それではねご視聴ありがとうございました。またねこれからもメタリフェルのね飼育情報を発信していきたいと思いますのでね、よろしくお願いします。87ミリにもなると顎がめっちゃ長いですよね。それではありがとうございました。またね次の動画もよろしくお願いします。失礼します。メタリフェル。